そう、だから、農産物もあるし、漁港もある、いいですね。で、ずっと行くと、いい景色を眺めながらずっと行くと、さあ、何の標識？ああ、こっち、あれですね、歩道行けるよっていうね、自転車で。で、あってたー。これがなんだ、野外センター前ね。はいはい。じゃあ、合ってるわ。あったわ、そんな、名前のバス停。じゃあ、走ってるとか合ってる。よし。ここが野外センターの入り口なのかな？ですね。中には入れないかな。入れないですね。なるほどな。いろいろあるんですね。まあ、なんで書いてあった？この先も安全運転でなんだ 何かの標識かと思ったら セーフティードライビング。はい、ありがとうございます。なんでわざわざこの看板作ったんだろう。なんか事故でもあったのかな。こういう看板があるとそういうふうに思っちゃいますよね。それからなんか施設の案内だったけど、施設が閉鎖されてしまって、案内が、出せなくなっちゃったからとかかな。あ、で、そう、ここは気になってた。なんかこんな建物あったんですよね。これ営業してんのかな？今もあるのかな？営業、時間外ってだけですね。なるほど。あ、ザーって感じでね。これ絶対景色どこで見れるんでしょうね。いいですね。なるほどなぁ。から、ドンと行って、ここで、側道入っちゃうとまずいのかな？こっちじゃないよね。こっちだね。よし。ストンと行って、そうすると市街地の方にずっと行ったらいいですかね。工業地帯とかもこっちに曲がったことありますよっていう感じになってると。これどっち行ったっけなぁ。ここは、曲がったっけ？曲がってないと思うんだよ。まっすぐ行ってると思うんだよなぁ。これは公衆電話ですね。こんなところにも。あら、綺麗な。あ、結構、なんか綺麗なんだ。へえ。あるんですね。あ、ホームページもあるぞ。おはこ。へえ、あ、18番のね。あ、そうそう。最近若い子は言わなくなってますけどね。18番でおはこっていう言い方があるんですよね。得意分野とかそういうような感じを、いや、あれでいいのかな。カラオケなら私ならね、ミクル伝説がおはこだよみたいな感じのね、やつとか、そんな感じで使ったりしますね。あら、めちゃくちゃ。いいですね。あ、でも、もうだいぶ近づいてる。あ、だいぶ近づいてきてんじゃん。よし。なるほどね。っていう感じになってますよ、と。合ってんだろうね。結構もう来てるんですね。もう、駅だいぶ近い。よし。どんどん行きましょうね。何回かに分けないと、もう、編集する気力が。収録に時間かかっちゃうんですよね、バーチャル駅間散歩はね。こうやっていろいろと見れちゃいますからね。普通の駅間散歩よりも下手すりゃ収録時間かかるんじゃね、これ。歩くと歩くてまたいいですけどね。運動にもなるし。この先ずっと行って。まだだいぶ先あるんだよね。長いんだよね、ここ。意外と運転してても結構しんどい距離ですよね、これぐらいあると。何これ？どうなってんだ？何を乗せるようなの、これ。気になるな。これだけか、ここだけ加工があるのって面白いですね。あれかな？お花とかそういうのを運ぶ用かな？で、多分、そこは、荷物があったらここを下ろすんじゃないかな。どうかな。植木鉢とかそういうようなの運ぶとか。あったー。今方、あってたー。よかったー。こっちの方、ずーっと行きましょう。まだまだ先は長いかな。まだまだありますね、これ。よいしょ。多分途中で駅こっちみたいな案内出るはずですからね。あ、こんなところにもまた美味しそうな店あるし、何これは。お酒、かわいさん。なるほど。
海鮮ね。なるほど。いろいろあるんですね。あら、おいしそう。あ、いいね。海の幸もいいね。やっぱ、ああ。はやへるー。はやへるー。腹ペコリーニョ。イエス。いいですね。さあ、進んでいきましょう。ここは、三河モータースかと思ったら、川見モータースなんだ。三河じゃないんだね。まあ、三河地方ではあるはずですけどね。ね、ずっと、でもこのまま行っていいんだよな。あれ、いけない？いけるよね。おお。たまにあるんですよね、これ。案内があるから、これをちょっと見てみたい。田原市街、多分こっちの方ずっといいんでしょうね。赤羽、確か赤羽の方に行く系統もあるはずなんですけどね。うちの乗ってたやつはそっちには行かんやつだったはずです。なんかこっちの方多分入っていろいろ行けるんでしょうね。支配地、ずっと行って、あっ、おお、そう、ここなんか、あとはでっかいね、立派な。なんかここ立派なバス停になってるんですよね。不思議ですよね、ここだけ、直近にポーンと。で、前には、ザって感じの、地元スーパーって感じですね。八百屋さんのあれですよね。なるほどな。安いな。大根58円。ちょっと待って。大根58円。えぐい。えげつない安いね。あ、2023年1月。待って。先月じゃん。この高時世にこの価格はエグいぞ。マジか、すげえ。へえ。ある？さすがに、ホームページ情報ないな。よし。なるほどな。いろいろあるね。山崎ショップもある。山崎ショップ多いな、この辺り。で、新しい地図になったから、そうね。1023年。なんなら、うちが訪れた時よりも新しくなってんじゃん。出光さんね。なに、ここ。こんな屋根のない。こんな屋根なしのガソスタってあるんだ。すげえ。雨の日は営業できないのかな？水入っちゃうもんね。すげえ。機械もなんか、ザ、懐かしい感じですね。ガソリン系。ああ、で、アップルステーションで営業してますね。いいですね、この、洗車機もね、いいですね、この感じ。ああ、なるほどね。はあ。で、さっき用意しておきましょう。急いでもないけど。いや、取れ高いろいろあるな。ファミマもあるよ。ファミマ欲しいのかな、あたりは。あれ、これ、これは松田の方か。懐かしいのが走ってますね、また。ああ。いろいろあるね、ここは。何屋さん？どんぶり街道。どんぶり街道なんて街道があるんだ。何？あるね、なんか。出せる？お店情報ないかな？ああ。なんか急にポンと出てきたけど。きれい、コッキンの店あるな。あれ、さっきのとこもあったな。あ、バス停あるね。大丈夫だね。合ってるね。ここが、なんていうの、先なんてない。こっち側にも多分バス停があるはずだからな。あったあったあった。三崎口、合ってるね。よし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 。